皆さんこんにちは、 DMM バチタン製作のコディズキです。今回はですね、なんと私のやりたいことベスト3を実行できるという夢のような企画となっております。私が何をベスト3に選んだのかを予想しながら、楽しみながら見ていただければと思います。コーデ好きのやりたいことベスト3、第3位は、まあ私の趣味でございます。休みの日はもうこれをやっています。まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、その趣味をさらに充実するべく足しげく通っている場所に行こうかなと思っております。それでは早速見てみましょう。こちらだ。3、2、1。はい、やってまいりました。電化製品といえばこちらという街でございます。私の第3位は電化製品のショッピングでございます。行ってきます。ちょっとウイルス対策のためマスクさせていただきますね。失礼いたします。行ってきます。何行こう何行こう、何から見ようね。いやでも一番最初に行くとこは決まっている。モニターが欲しくて欲しくてしょうがないんですよ。私もう1枚欲しくて、今2枚でやってるんで、もう1枚ねどうしても欲しくて、もう来たらいつもここに真っ先に来ます。2000ピースとかじゃないと燃えないんだよな。3000だって。これがいい。ということでお買い物が終了いたしました。なんだかんだぐるぐると回ったらなんか行く感じだった。ありがとうございます。では私の第3位はこれで終了となります。はい、ということで第3位はショッピングでした。分かった方いるかな。まあ、買い物はですね、もうめちゃくちゃ好きで、もま眺めるだけでも好きなんですよ。こんな新しいのあるのみたいなのとか、まあ、買えないんですけど見たり触ったりして楽しんでおります。コーデ好きのやりたいことベスト3、第2位は、それでは第2位の発表に行きたいんですけども、第2位はですね、私がやってみたことがないけどめちゃくちゃ興味があったことを選びました。もう完全に私一人じゃ絶対に一生行かなかったであろう場所、これを選ばせていただいてですね、初体験させていただきました。なんていうんですかね、もう初めてすぎて緊張もするし、わけもわからないし、言ってもらっても全然わかんないしみたいな感じでしたけど、いい経験ができたなと思います。わー、セクシーな猿かな、大丈夫か、出てるかな、モテるちゃうな。まあいいか、見てみましょうか。こちらだ。3、2、1。
これだ。こちらです。小顔送信ということで、私の第2位はエステでございます。早速行ってまいります。緊張してきた、痛いのやだ。頑張る。ここだ。今回撮影にご協力いただいたのは東京都渋谷区にあるミューティー様、小顔送信配布専門サロンとなっております。詳細はホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。本日がハイフという機械を使って施術をさせていただきます。はい、顔とボディ両方です。ボディ、はい、一番なんか気になるところとかって、ほうれい線、ほうれい線と毛穴みたいな。はい、かしこまりました。お顔とじゃボディ半々くらいで決まってます。そうですね。したはい、ゴリゴリにやってもらってゴリゴリでさせていただきます、はい、お願いします、はい、ではお部屋ご案内させていただきます。こちらになります。今お化粧落としをいたします。はい、怖い。
またあの痛みが。そう、あの痛さが怖い。怖い、痛い。あー、熱い。もう変な汗が出てくる。はい、施術が終了いたしました。おお、これからどうなるのか楽しみ。本当にでも顔面はスッとしました。あとは1週間後ぐらいですかね。また効果が出てくるそうなので楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで初体験できました。わいや緊張した。え、わかる？効果出てるの。見た目で判断できるような効果が出るのが1ヶ月後らしいんで、もう1ヶ月ウキウキしながら待ってようかなと思うんですけど、もう通っちゃおうかなみたいな感じ。もうエステ覚えちゃったけみたいな。もうなんか私エステ行ってるしみたいなの気取ってみようかなとか思いますけど、いやいい経験ができた。コーデ好きのやりたいことベスト3、第1位は、第3位第2位の発表が終わりまして、残すは第1位なんですけども、もうこれは言わずもがな。もうコーデ好きからこれを取ったら何も残りませんというぐらい、もう当たり前のあれでございます。なので早速1位見てみましょう。こちらだ。 3,2,1。 まあもちろん1位はパチンコスロットでございます。ということで張り切って今日うちに来ました。行っちゃっていいですか？行ってきます。実践させていただくホールは貴公な平井天様、パチンコ410台、パチスロ303台を設置。皆さんもぜひ遊びに来てください。お願いします。何しようね。どうする？好きなのを打たせていただいてもよろしいか？ちょっとね、まだラッシュ入れられてないんでね、入れたいんですよ、一回でも。まあカードいきましょう。ウルトラ6兄弟いきたいと思います。今なら当たる気しかしない。もう任せてくだされ。もうお買い物でストレスを発散し、エステで疲れを発散し、もう身軽、もう何ですかね、飛べそうな気がする。ということでちょっと強気に319って言いますけども、私が今日プラスにできれば5名様にプレゼントを用意いたします。私は今日マイナスになってしまうとプレゼントなしとなってしまうので、ここは是が非でもプラスにしなければなりません。もうプラスになった瞬間やめます。でも当たる気しかしないんで。見ててください、 85% の威力お届けしましょう。任せてください。プレミアムモード以外は全部カスタム、あ、ノーカスタムでやっております。おや、何ですか？保留変換、何色？青ゾーン系予告 10% です。ならよかったのかな。ここで、あー、いかない。いやでも当たる気しかしないんでね、もうサクッと1万以内に当てたい。カスタムしようかな。1万円使ったし出ないしな。色保留チャンス、色保留シャカ…あ、こっちにしよう。はい、色保留が出たら大チャンスということで、
あと P フラモードにしたんでギュイーンって言わせます。プライベートとはいえですよ、もうそろそろちょっと心配になってくるよね、取れ高的なあれが。あら赤、あら赤、急に7じゃないの。富士さん、ワーリン、ウルトラマン、ウルトラマンは発展すれば大チャンス。おお、50%オーバーよ。ビジレの時セブンだったらとかあんのかな。4、期待だ4、大チャンス。あ、でもあれなかった、頭出なかったな。これで音楽が流れて顔出たら大チャンスなんですけど、からまあやっつけておくなまし。もたな、今のは当たってもよかったと思うんだが、4枚目、朝おろした分がなくなっちゃった。ひー、当たれないよ、そろそろ当たってよ。いきなりゾフィーストック、2個ぐらいならね、だいたい貯まるんですよ。だからやっぱ2個以上貯めないと意味がないんだよな。うわ、貯まんない、1個。うわ、1個、2個。めっちゃ見てる、ジャックかい、4人だな。まあセブンが来るでしょう。あ、赤だ、5人、赤スタンバイ、スタンバイしてる。あ、違う、6人いるんだ、銀だ。
ました。見たかったやつ。4.5。いい当たりですね。頑張ってよかった。767回。気持ちいい。これ50%取れた。よかった、スタートラインに当たれた。これで時短100回、プラス段掘り4つの8ラウンドですね。で時短中電池だと55分の1かな。全然いける、全然いける。任しちゃっていい。でやっとだ。でもそのまま当たるとかそういう感じ。あ、でもそっか、前半後半で違うのか。え、早っ、当たった。7回。ない方でした。お、点滅か。色がつけばな。色ついたわ。そんな色がつくと思わなかった。えい、ふう、早いね。噂には聞いてましたけど。からの、はい、ナイス。あー、やばい、出た。気持ちいい。イエーイ。あ、よ、9回。そんな引くかね。はい、よかったです。ありがとうございます。えい、よし、誰でもいいから早く戦って。後半になってからテンパイすらしてないよ。大丈夫、いける、いける、いけない。ピーチになりますか。ウルトラランス。あ、どこ版出た。どこ版あったんだ、むしろ。タイラントだっけこれ。下から2番目。いやー、なんで横にカットインが入ればビームなんですよね。えい、うん、
たことない。ダダとか出てこないかな。誰？ゴモラだ。真ん中だね。下からも上からも3番目。あ、違うパターン来た。これはお願いします。ビームで、ビーム、ビーム、ビーム、横にスペーツって、あ、ちょっと本当に、あ、赤だ。よかった、ギリギリ。98回目怖いよ。もうなんでもいいです。4ラウンドでもなんでもいい。ありがとう。うん、もういいです、いいです、全然絶対いいです。続いたことに感謝です。お、いた。おお、シンプル。順番的にはね、10ラウンドの番なんですよ。順番的にはね。紫なんで、なんで 70% がこんなに引けられる。 70% と 30% で 30% の方多く引くって何。そんなことあります。バトル、バトル選んだのにバトルせずに終わるか。お、ヘメット保留。いやー、やっぱ色保留尺圧モード入れてるんでね。青保留でもキュインってなっちゃいます。早いね、振り分けさえ負けてなければ。ふぅ、振り分けさえ負けなければ。ちょっとなのに。ラストです。では転廃して、え、ポリュブはどこでやるんですか。初めてのアシュランで分かんないです。6234、8連です。あ、もうここでやるんだ。うわー、あっさり。ありがとうございました。なんとか当たりは取れたんでよかったんですけど、ちょっとまくることはできなかったんで、なんとかこねたいと思います。エンディングで。ね、もうこれしかないっていう一日好きな台を打つっていう、もうほんとご褒美でしかない感じの1位でしたけども、収支がですね、まあ、マイナスになってしまい、プレゼントできないみたいなことを言われたんですけど、まあでもそれもね、まあ、私だけ楽しんでとかすごい印象悪いじゃないですか。だからなんかそんな人数は多くできないかもしれないですけど、
まあ、3人ぐらいだったらいいんじゃないかなと思うんです。やっぱ私だけ楽しむのはね、まあ、本当になんかもう皆さんに申し訳ないんで、まあ、やっぱ視聴者プレゼントぐらいは用意した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうです？あ、いいですか？はい、ということで何人分います？あーら、素晴らしい、3人いけるってなんて優しい企画なんでしょう。ありがたい。ということで見てる皆様の中から3名様にプレゼントをしたいと思います。詳細はどこですか？概要欄ですかね。見ていただければと思いますので、どしどし応募していただければと思います。なんか私得でしかないような企画をさせていただいてですね、いやもう本当に6年半頑張ってきてよかったなと思っております。これからもまだまだ頑張る次第でございますので、応援のほどよろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。応募してねー。